はい、テイルズオブシンフォニア続きからやっていきたいと思います。前回でオートメルトキオに着いたところでコレットがね、犬を蹴飛ばしてで衝撃映像を見て終わりましたね。はい、ちょっとコレット変えとくか。ここのアイコンはコレット普通なんだよな。それがちょっといたたまれないですよね。はい、まあ、とりあえず見ましょう。すごい羽生えたまま。やばいやばい。危ないわね。何この人たち、ちょっと髪型がありえなくない？何バカしてるのよ。まあまあ抑えて抑えて。俺様の可愛いハニーたち。本当に可愛いハニーだと思ってる。何でもいいんじゃないもう。そこのクールな彼女。クールな彼女。やばいやばいやばい。ゼロス様がお言葉をかけてくださったのに、何この子。言い方よ。おばさんじゃない。お祭りでもないのに天使様の仮装なんかしてバカじゃないの。意味のわからない縦ロールしてバカじゃない。やばいやばい、喧嘩になっちゃう。信じられないこのブス。うわ、お前らちょっと全員に鏡渡さない。とりあえずプレゼントよって、ちょっと先生のフォトンかなんか打ってやってよ。本当ありえない。ブースとか失礼よ本当に。よせよせジーニアス。あの人の家には鏡がないんだよ。そうだよね、かわいそう。肩毛を。なんですって。バカな子たちね。まあまあ落ち着けて。彼女怒ってんの？ほら見て、全然可愛くない。しかも色違うじゃない、あの二人。君って笑ったらきっとひまわりみたいキュートなんだろうな。やー、ゼロ様。のあった。ひゅー、驚いた。天使ちゃん強いね。俺様超びっくり。あんたは一体。やろうはどうでもいいや。ひどい。嫌なやつ。嫌なやつ。おお、ゴージャス。美しいあなた。お名前。まだゴージャスならしょうがないよね。でもね、人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗るべきではなくて。あ、ロイドの真似っこ。人が言ってるのを聞くと偉そうなセリフだな。おっと、俺様をご存知ない。これはこれは、俺様もまだまだ修行不足ってことだな。ゼロス様、行きましょうよ。私的にはその金髪縦ロール女が一番無理かな。時点で今行きましょうよって言ってるやつかな。おっと、そうだな。じゃあまたどこかで美しいお姉様と可愛い天使ちゃんとその他大勢さんよ。ひどい。なんだったんだあれ。変なやつ、ずっとニヤニヤしててさ、バッカじゃないの。いいぞジーニアス、持って行ってやりなさい。あの男、エクスフィアを装備していたわ。え、嘘。だから、あんな身のこなしだったのか。何者なんだ、あいつ。いや、ちょっとね、ありえないよねって感じ。ブスって言われたもん。なかなかこの時代のゲームだからこそだよね。今の時代ブスって言ったらちょっと炎上するもんね多分ね。なんだお前たちは、王様に会いたいんだ。陛下はご病気のため現在謁見の儀は執り行われていない。分かったら立ち去りなさい。困るんだよそれじゃあ。そう言われても陛下のご病気が治らなければどうにもなるまい。今マーテル教会で陛下の何か回復を祈る準備をしているそうだから、一刻も早く陛下が回復なさるよう教会の祭司にでも頼みなさい。え、何それ。
交代の時間だ。教会行ってみるか。ぶん投げてればいいのよ。どきなさいって。最悪。こんにちは。マーテル教会へようこそ。あ、ホープレスやか。祈祷の、祈祷は陛下の何寝床で行うって、神木は城へ運んでくれ。来たー。はい。かわいい。ちょっとこの時のね、プレセアちゃんはまだなんかこう、いろいろあって感情がないですけれども、あんまり好き。今のプレセアって子もX票をつけてたな。こっちにはそんな習慣でもあるのか？そうだね。かわいいね。やばすぎ。まあ、かわいいよね。一足聞いてねえな。祈祷というと、国王陛下の病気回復を祈るというかいう、巫女様と教皇様が陛下の御前に祈祷を行い、マーテル様のお力添えをいただくのです。ありがとう。みんな国王に会う方法見つかったぜ。何どうするの？神木を運び込むふりをして潜入するんだよ。そう言うと思ったわ。でも神木はどうするの？さっきのプレセアテコに協力してもらおうぜ。本当？それ僕大賛成。まあいいわ。話すだけ話してみましょう。あ、嬉しい、プレセアちゃん。プレセアちゃん来たら私、プレセアちゃんしか操作しないですからね。衝撃の発言。じゃあ頼むぜ。神木をアルタミラまで。この仕事の後でいいからな。こいつクズじゃなかった？わかりました。順調だな。早速ロディル様にご報告だ。クズそうな見た目してるもんね。待ってよ君。プレセア、ちょっといいかしら。俺はロイド。こっちはコレットに、リフィルに、ま、僕はジーニアス。ジーニアス？お前何かを赤くしてるんだ。僕たちに神木を運ぶのを手伝わせてもらえないかな。待ってよ。あ、ごめんなさい。怪しいものではないのよ。まあ怪しいよね。実は私たち陛下にお渡ししたい手紙があるの。仲間の命がかかってるんだよ。でも王様は病気で謁見してもらえないから困ってるんだ。俺たちを運び屋として使ってくれるだけでいいんだ。聞いてる？わかりました。素敵。プレセア、それ運んでください。よし任せて。ちょっと待ってくれ。これ重い。僕もとにかく彼女を追いかけましょう。もう情けないんだから。今物理的に無理だよね。お待たせ。待って、今日はプレセアだけじゃないのか。お前たち何者？さっき来た、まあ、交代したからでか。彼女を手伝って祈祷に使う神木を運んできました。今日は特別。よしと俺。安易よね、この人たち。もっと怪しいのがいいわよ。どうも。最近の木こりってのは女性や子供ばかりなのか？しかし滅多に口を聞かないプレッシャーが言うのだし、まあいいのだろう。そこか、まあ、そこだよね。なんとか潜入できたな。この神木はどうするの？ここに置いておきます。よし、それじゃあ王様の寝床ってところを探そうぜ。プレセアはどうすなるの？え、じゃあどうするの？そうね。彼女だけ帰られては不自然だわ。一緒に来てもらいましょう。お願いできるかな？いい子。仲間になりました？
待って、もう仲間なんだっけ。はい、来ました、最強。どうしよう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 もうね、大好きなの本当に。聖人、こんなもんいいのか。うわーい。プレシアちゃんというか、まあ、テイルズのね、ピンク髪の人っていうのは、いい人多いですからね。武器くれ。ね。寝なさい、寝なさい。やっぱ睡眠不足ってよくないですからね。ムカつく。何？力を匂わないですね。どこ行けばいいのこれ。これじゃない？お前たち誰の許しをってここ来たのだ。神木を運んできたんだけど、祈祷の準備を手伝うように言われて。教皇様のご命令ですわ。あら。ひどい。何事だ。あれ、お前ら。あんた町で会った。ミコ知り合いですかな。ミコ知り合いっつうかなんつうか。お前らなんでこんなところにいるんだよ。あなたがテセアラのマナのミコだったのね。こいつがミコなのか。テセアラのとは引っかかる言い方じゃねえか。まさかお前でシルバランドの人間か。その通りだ。この者たちは衰退世界の人間。言い方よ、ヒルダさん。あなた。姫ご心配なく。お前の名前は？ロイドだ。ロイド君、何の目的でここに来たのかな。この手紙を届けに来た。瑞穂の民シーナから国王宛てだ。シーナ、お前らシーナとどういう関係だ。シーナだと？陛下、御前をお騒がせして申し訳ない。教皇ってろくでもないのよね。ロイドってやら手紙渡しなさい。ほら見て、教皇の顔。シルバラントのものよ、しばらく別室にいて待つがよい。彼らを、何？赤の間？いや、もう無理よ。教皇がダメそうだもん。ずぶん待たせるな。私たちを殺す準備をしているのかもしれなくてよ。彼らにとって、コレットは邪魔な存在でしょうから。そんなことになったらプレセアはどうなっちゃうの？何とかして逃がしてやるしかないな。ごめんね、プレセア。ピンまで巻き込んじゃって。あらららら。待たせたな、シルバーランドの旅人よ。手紙読んでもらえたんだな。そっちの巫女を助けるために俺たちテセアラ人の技術を借りたいってか。コレッタは心を失ってる。このままじゃ人間としての命を失っちまうんだ。しかし巫女が生きている限り、我々の世界は滅亡と隣り合わせだ。姉さんの言った通りになっちゃった。もう最悪よね、ほんと治安が悪いわ。待ってくれ、俺たちの話も問答もよくかれ。もうボコボコにします。あ、強い。全くあがたたんではないか。恥を知りなさいよ。ほら見ろ、だから俺が言っただろ、エクスフィアをつけてるんだ。こいつらは強いに決まってる。ふーん、とぼけた顔の割には賢明な判断だね。面白くない？ふーん、小生意気なクソガキだな。どうかしら、取引をするのは。取引だと？コレットが心を失ったのは天使として生まれた、生まれ変わり、シルバラントを救うため。言い換えれば、彼女が天使になさえならなければ、シルバラントは救われない。だから俺たちがミコを助ければ、テセアラも救われるってことか？それはお前たちがシルバラントを見捨てるということだぞ。構わなくてよ。強くない？先生、何言ってんだよ。今私たちが最優先しなければならないのは、コレットを救うことではなくて。でもシルバラントを見捨てるなんて。まあ別にシルバラントは後から何とかすればいいわけだからね。そんなに簡単に決めちゃっていいの？今はコレットを救うことが一番だ。そのために俺たちはテセアラまで来たんだろ？仲間あれか？いや、先生の提案通り取引しよう。コレットを救う方法を教えてくれ。
なあ京子、こいつらがシルバラントに戻らなければ死んでようが生きてようが再生の儀式はできねえんだ。だから俺様はこいつらの監視役になる。それでいいだろう。巫女様がそこまでおっしゃるのでしたら、じゃあコレット助けてくれるんだね。そうだな、できることはしてやるよ。巫女ゼロス様の名にかけてな。お前たちにはテセアラを旅する許可を与える。ただし巫女様の監視のもとでな。仕方ないな、それでいい。そっか、一緒に行くんだもんね、ゼロス君もね。どこで落ち合うんだ。マーテル教会の大聖堂はどうだ。分かった。では巫女様、陛下にご報告を。はいよ。じゃあな。ゴージャスなお姉様と可愛い巫女ちゃんとちっちゃな美少女とその下僕ども、下僕ども。ゼロス君どうしようね。パーティー入ったら使いたいけど、その後コレットを抜くことなのか。まあコレット今ちょっとなんかね、わざわざ戦わなくてもいいような気もするけどね。なんかそのメンタル的にあれだろうし、ちょっと引っかかりすぎ。そうだね。早くない？いいよ、ライダー。ようやく来たか。ゼロスだっけ？そうそう、俺様はゼロスワイルダー。ゼロスくんって呼んでね。これからしばらくは一緒に旅しなきゃならないんだ。仲良くしようぜ。軽いやつ。やる二人はいいとして。ゴージャスの美人がリフィル様だろ。クールな可愛い子ちゃんがコレットちゃん。んで、そのチビちゃんは？フレスヤだよ。城に潜入するときに協力してくれたんだ。おチビちゃんはシルバラントの人間じゃないのか。オゼット。オゼット？あの田舎じゃなくて森の奥の村か。かわいそうに、この未開の野蛮人どもに利用されちゃったのか。言い方。誰が未開の野蛮人だ。そんなに怒んなよ。せっかく王立研究員に連絡つけといてやったのに。おお、気が利くな。だろう。研究員の使用には王家の許可がいるからな。このゼロス様の頼みなら陛下も一発 OK よ。僕たちを監視するんだから、それぐらい当たり前でしょ。可愛くねえガキだな。王立研究員に行くのはいいとして、プレセアは解放してもらえるの？まさか彼女まで監視するなんてことはないんでしょ。そりゃそうさ。王立研究員もオゼットも海を越えた向こうの大陸にあるんだ。ついでに送ってってやろうや。大賛成。プレセアもそれでいいかな。はい。じゃあ俺たちはどこへ行けばいい。サイバックって町だ。グランテセアラブリッジを渡った先にある。グランテセアラブリッジ。ここから北東の方角だな。王立研究員か、ワクワクするな。早速行こうぜみんな。あ、来たよゼロス君。どうしよう。まあじゃあコレットと入れ替わりでゼロス君入れて、装備品よね。上がるんですけど。あ、そうなんだ。ちょっと待ってね。あ、めっちゃ上がる。2トン。何もつけてないじゃん。よくないよくない。ピョンハン。いやでもつけるものがないな。外すか。ひどい。いやしょうがないよね。こんな感じかな。はい。で、装備品って売ってんのかな。それ次の町行かないと、いいものは売ってないか。そうだよね。お金って、あんまないね。じゃあ行くか。一旦このまま行きます。で、
次の町あたりで変えたらいいねみたいな、はい、乗ります。もうすぐそこよ。よいしょ。すげえでっかい橋だな。聞いて驚け田舎者、田舎者。こいつはフージ大陸とアルタミラ大陸をつなぐ世界一の跳ね橋だ。制御に3000個のエクスフィアが使われてるんだぜ。3000個。3000人分の命か。何を暗い顔しちまって。そうね、話しておきましょうか。ハードな話だが、それマジモンなのか。こんな嘘つくかよ。ブレセアちゃんもほらちょっと意味深だもん。まあそうは言っても今更死んだ人が生き返るわけでなし。人間ポジティブに生きようぜ。前向きなのか軽薄なのか。そういえばお前やプレセアもエクスフィアを装備してるけど、こっちでは当たり前なのか。シーナのなしはそんな感じじゃなかったけど。これはレネゲードってやつらがからもらったんだ。シーナとか強行騎士団とか結構な人数分分けてもらったはずだぜ。プレセアもさ、どうだろうな。どうよチビちゃん。ダメだこりゃ。プレセアちゃんのはね、ちょっと本当に早くプレセアちゃんの取りたい。何この人。マナの濃度が薄くなっています。お気をつけて。これで薄い？じゃあシルバーランドなんて干からびたようなものじゃない。あらら。なんかここってミニゲームなかったっけ。なんかあったような気がする。ほら、海はいいね、広くて。できるかな、これ。なんかね、難しかった記憶があるんだよね、これ。はい。待って。ジニアス動かないんだけど。なんか動かないんだけど。ジーニアス？あれ？何持ったんだよ、僕のこれ。ああ、むずい。ああ、ごめんなさい。ほらね、むずいんだよ、これ、やっぱり。それいい。あ、ごめんなさい、最悪。最悪すぎ。マジか。よいしょよいしょ。ぶつかってたよ、怖いね。一番前にいる人ちょっとミスんないかな。ああもう。そう。やばいやばい、失敗しないんだけど、どうしよう。あ、やばい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 。無理だ。あ、去ります。いずれちょっとね、いずれ。そんなわけでみんなのあだ名を決めたいと思う。なんだよいきなり。俺様はゼロス君、プレシアちゃんはおちびちゃん、おちびちゃん、コレットちゃんが天使ちゃん、
ロイドはお前、ジニアスがガキ。僕とロイドだけ適当だね。まあまあ、でリフィル様がゴージャスウルトラクールビューティー。嫌よそんなの。じゃあジョー様、あのね、もう少しまともなものはないの？先生は先生だろ。あ、そうか、先生ってのもいい響きだよな。魅惑の女気最悪もう勝手にしてちょうだい。じゃあリフィル先生でね。好きになさい。いやね、まったく。で、そう、広いのよ、で長いのよここでかいだけあってね。オゼットとコレット。オゼット。オゼットがどうかしたのか？なんだか聞き覚えがあるような。コレットのことじゃないか？オゼットとコレットって似てないか？殴ることないだろう。いや、まあしょうがないよ。殴られてもしょうがない今のは。ほぼダジャレだもんね。長くない？でもそろそろ終わりそうな。海の色で判断してるのやばい。終わんない、まだだった。浅瀬に来たかなと思ったんだけど、あ、終わりだ終わりだ。よし、してみるとこの二人になんだか似てないか。そうか、あんまり笑わないしよ。やっぱ女の子は笑わないとな。コレットは笑いたくても笑えないんだ。そんなこと言うな。だ、悪かったよ。熱いやつだね。いや、もういろいろあったんだからもうね。乗れないよね。そうだよね。うわ、石板探したい。どこなんだろう。この周辺にはなさそう。あっちかな、ワンちゃん。あの奥、まあ、いっか。町行きます。はい。BGM 良き。この町は嫌い。早くオゼットへ。ごめんね、プレセア。ちょっと待っててくれよ、ちびちゃん。すぐ終わるから。な、ロイド。ごめんな。ね、嫌いなのよ、この街。わかる？私もあんま好きじゃない。わかるわかる。カスタマイズできるんだ。欲しい。欲しい。欲しいのしかない。どれも作れないの泣きそうなんだけど。ね。すごくない？鬼包丁。こてつ普通に売ってんじゃん。これ買いだ。ひいきです。いや、もう無理だ。お金ない。ちょっと諦めるわ。ね？こことかだったっけ。メルト局から連絡が来てると思うけど。あ、ミコ様お待ちしておりました。どうぞこちらへどうぞ。コレットさんの症状報告を受けて、我々はミコゼロス様のクルシスの軌跡を調査した資料に着目しました。お前様の軌跡が役に立ったんだな。これはコレットちゃんが正気にも帰ったらたっぷりお礼をしてもらおう。最悪。クルシスの軌跡はエクスフィアの進化系と考えられています。2つの結晶体は共に無機生命体ですから。何ですって？なんだそりゃ。無機生命体、そうね。つまりエクスフィアも生きているってことね。そうです。2つの結晶体はどちらも他の生命体に寄生し融合する性質を兼ね備えています。
まあちょっと言い方よね、まあ、帰省って言い方すると気持ち悪い感じするもんね。この時要の門がないと体内のマナバランスが崩壊し崩し暴走すると考えられています。だから要の門なしのエクスフィアは人を化け物に変えちゃうんだね。その通りです。つまりクルシスの奇跡がエクスフィアと同質のものである以上、現在のコレットさんはクルシスの奇跡に寄生されていると推測されます。なるほどね。などすると封印解放の儀式はクルシスの奇跡による融合を、促進させるための効果があるのかもしれない。興味深いわそんな言い方やめてくれよ。コレットばっかりこんなひどい目に遭ってるっていうのに。あ、称号もらいました。そんじゃ要の門があれば彼女も元気になるんだな。そうですね、要の門があればこの方はクルシスの奇跡を自由に操れるようになるはずです。要の門か、どっかで手に入らないかな。要の門ね、食材置き場になってんのここここ出ちゃった方がいい。出口どこ邪魔よ。出ると出るとどこ行けばいいの。もう街出る。クレセンちゃん嫌がってたからほら出れちゃったよ。出るのは早いよね。でもね、うん、どこ行けばいいんだろう。これ何、なんだここ、何探してんのあの人。ドン引きですうん、もっと学校の中、学校じゃないわ、研究所の中をうろうろした方がいいのかな。そういうこと？よくわかんないですけど。上とか？広すぎるのよね何ここ、メロンは野菜よえ、だって野菜でしょ、スイカとかも。何ここ、緑系の人がいるところなの。いやね、この人の服かわいいよな。なんもない。ん、さっき話してた場所の一番奥かな。この化石欲しいね、ちょ見とくか。なんもなさそうだな、普通の部屋だもんね。奥まで行ったらまだある。え、何ここ、ここ何ですか。地下室に行かないでくださいふんなんもないのね。魚の研究している人、これが上が草で、草って言い方よくないな、緑で、ここは魚？うわ、全部魚だ。お魚天国だ。ん？どこ行けばいいの？ここでさっき終わったんだよね。わからない。
って、この奥は入れるんか。ここか。違うみたい。ケーキは別腹なんだから、やば、やめた方がいいよその考え。私も基本その考えの持ち主ではあるけど、うん、やめた方がいいと思うよ。あんまりいい思いしない、うん、なんもなかったね結局。とりあえず一回寝るか。寝るかっていうか、セーブでもするか。何君ら。怖いんだけど。はい。ということでですね、一旦はこの辺で終わりまして、次回、ちょっとこっからね、またやっていきたいと思います。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。